guys! モンスタージョン TV! 今回はワンピース技最強ランキングやっていきたいなと思います。今回はリクエストをいただきました。マルインさんからのリクエスト。ジョンさん、こんにちは。最強技ランキングやってください。ということで、最新版やっていきましょう。先に言っときます。インドズラシはね、強すぎてランキングに入れるともう安定で1位なんで、今回は入れません。ということで、安心してください。ということで、やっていきましょう。まず、10位からやっていきたいなと思います。第10位、アイスエイジ。ということで、アイスエイジ。こちらはですね、食らった瞬間試合終了です。終わりです。一撃必殺ということで、まあ言うて凍らないやつもいるんですけどね、白毛のおやすさんみたいに。もうおやすさんは凍らせたところで振動は凍らないというね、すごいシステムがあるということで大丈夫。だけども、他のやつはもう瞬間ではね、しかもあれってめっちゃ出るの早いじゃん。出が早いということで、倒すというよりは封印するだよね。っていうところではもう試合終了。本当に最強の技だなと。当たれば終わりっていう風に考えてもいいのかなっていう風に思います。アイスエイジはマジで強い。環境も変えるからね、広範囲の攻撃として考えても相当強いのかなと思います。そして続いて第9位。第9位は流星火山ということで、流星火山。はい、これです。ダダ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 ダ。あれ、かっこいいよね。かっこいいけど、考えて。本当にね、イメージするとね、その世界に入れるんですよ。自分が、あそこの広場にいると考えて、で、上から壁越えて、壁めっちゃ高いの？壁めっちゃ高いんだけども、ブワー言うて思いっきり、もう降ってくるっていうさ、もう逃げ場ないよ。で、どんどんいろんなところに落ちまくる。で、どんどん溶けていく。溶けたら足場なくなって、さらにそこに、パコンパコンってもう降ってくる。あんなんね、あの状態だったら避けらんないですよ。まあ、とはいえ、あれ、普通の状態のね、普通の地面でバババってやったら、見聞色あればあんなん全部避けられるから。まあ、未来見えないから話にならないけど、もう全部避けていって、あとは、能力者本人にとっついていって、バコンみたいなね。とはいえ、これなんで9位に入れたかっていうと、これもね、当たれば一発なんですよ。で、当たれば一発っていうところでは、その保存される、まあ、要は冷凍保存されるのがアイスエイジ。こっち、当たれば溶けるんですよ。死亡です。跡形もなくなるということで、赤犬はマジでやばいです。覇気が使えて、で、まあ、ちゃんと全てを武装できるようなやつじゃないと、例えば腕だけ武装します。で、他のところはここ武装されませんっていう状態だったら、だから、ベルゴさんみたいなのがちょうどいいですね。本当に、テラフォーマーズみたいな、ああいった感じのやつなら、まあ、どこ食らっても一応、まあ、打撃として通るかもしんないけど、そうじゃなかったら当たった瞬間終わるからね。っていう風に考えると、どんな技でも彼が放つものはえぐい。まあ、9位に入ってくる。そして第8位、それを超えてくる異国。異国に関しては、ビッグマムの技ですね。食らった場所がそぎれる。もう、なくなるよね。まあ、見てわかるじゃん。斬撃なんだけども、なんつんだろう。なんか空間ごと切られてそうなさ、なんか、ふわーってこう、えぐれてる感じ。あれはね、まあ、流星火山とかと結構迷ったんだけども、破壊力的には俺、割かしね、異国の方があるなと思っていて、まあ、範囲とかっていう風に考えていくのであれば、流星火山の方は厄介だけども、でもあんな避けられるやん、言うてね。まあ、犬神グレンとかっていう風に来ると、まあ、思いっきり飛中攻撃でね、当ててくるからきついけど、でも、マムって、流星火山ほど出が遅くないよね。思いっきり剣を振る感じで、えぐいのが、プワーって飛んでくるから、普通に考えてどっちが避けれますかって話なんですよ。見分あるないとかじゃなくて、スピードよ、スピード。あんなものが、スパーンって飛んでくるって言ったら、じゃあもしもあれを何発もやってきたらどうする？スパーン、スパーン、スパーンって言って、大量に飛んでくる。あんなシャレにならんじゃん。異国のバーゲンセールですよ。本当にね、びっくりですね。っていうところで考えていても、俺は流星火山よりも上なのかなと思います。そして続いて第7位。第7位は、キングパンチ。はい、ここで来る。キングパンチ。これね、結構ね、難しいんですけども、まあ、異国と比べたりとかすると、難しいんだけど、これ上だと思っていて、一番わかりやすいのは、4校に異国食らわせたら、それに対抗するものはあると思うし、食らったところで、まあ、沈めるっていう風にはならないと思うんですよ。それで、KO ってなるとは思わないんだけど、キングパンチは4校をも沈めるっていう風に言われてるんだよ。って考えると、まあ、自然と、やっぱね、キングパンチの方が上なんじゃないっていう風に当たればね、あんなもう、どんだけ打つまでに時間かかるよみたいな。で、打った後失敗したら罪じゃないですか。まあ、なんかちょっと、もろはっていう感じだけどもね。ちなみに俺食らったのは多分カイドウだと思います。カイドウが攻め込んできた時に、バ
バコン言って言ったんじゃないかななんて思いますけどもね。はい、ということでキングパンチ、これね俺の感覚では直接攻撃、まあなんかねアイスエイジとか流星火山っていうのはなんか範囲攻撃みたいな感じで、なんか直接攻撃とは違うなっていうふうに思うんですけども、直接攻撃っていうところでは俺はねこれ第3位だと考えてます。第7位に入ってくるキングパンチなんだけども実質第3位ということで、続いていきましょう。続いて第6位でございます。竜巻開封ということで、こちらはカイドウの技ですね。竜巻を起こして大量の斬撃をズバババババって出していく。だからさっき言った異国なんですよ。異国みたいなもんなんですよ。大量のものがブワー飛んでくる。あんな竜巻起こされたらたまらんし、で竜巻起こす以前に目の前でやられたら巻き込まれて、そのまあ要は打撃で死ぬよね。打撃で死んで吹き飛ばされてバコバコやられて、吹き飛ばされた挙句に風でね待っていった挙句にスパーって切れていくっていう、もう考えただけでシャレにならんっていうね。遠距離攻撃としても至近距離としてやられてもきついっていうね。あれは本当にね次元が違うっすね。まあ異国より圧倒的に上っていうのが分かると思います。そして続いて第5位、第5位は破壊でございます。こちらカイドウとビッグマムの合わせ技ですね。合わせ技のシステムが本格的に登場ということで、麦わらのチームもやってるんですけども、ガチガチな合わせ技、まあ元を例えばドリーさんたちもやってるからね、それなんだけども、あれの規模よりちょっと結構大きいのかなっていう風に思いますけどもね。でもなんかドリーさんたちがやってるっていうところではビッグマムがそれを参考にして異国やってるわけだから、まあ彼らの合わせ技っていうのを破壊っていう風に勝手に名付けてやっているという風に考えてもぽいのかなっていう風に思います。元のスタイルを破壊するみたいなね、まあそういう考えもできるのかなっていうね、圧倒的な強さなのかなと。直接攻撃としては第2位になる。まあキングパンチより上だよね。あれ食らったらそれはもう4項も沈むよね。あれはもう圧倒的に沈むと思います。そして続いて第4位、第4位はカムサリということで、カムサリがここで来る。カムサリはねこれはもう直接攻撃で俺1番だと思います。っていうのは印象値っていうところかな。破壊より上なのっていう風に思うかもしれないけども、破壊より上じゃないとどうやってロックス海賊団崩壊したのっていう話なんですよ。まあ単純にそう考えていくと、まあロジャーさんのねカムサリっていうのは俺はまあそこまで言っていいのかなと。直接攻撃ではもう1位なのかなっていう風に思います。そして続いて第3位、これ以上あんのっていう話なんだけども、第3位はママラガン&ライゴーですね。まあ正確にはライゴーだね。ライゴーがもう圧倒的にやべえのかなと。まず、ここでエネルが出てくることにみんなびっくりすると思うんだけども、忘れてはいけない。やつ、ロギア最強種だよ。ロギア最強種。じゃあ、パラミシアの最強って何って言ったら、グラグラなんですよ。イコール白ひげなんですよ。じゃあ、ゾーンの最強は何って言ったら、まあ多分、幻獣種だと思うんだよね。幻獣種になってさらに誰って言ったら、多分、カイドウなんですよ。大きさと特殊能力の付き方が半端ないんで。だから、青龍という風についてきて、じゃあ、ロギアの最強って何って言ったら、まあいろいろ強すぎるんだけど、エネルやべえじゃん普通に考えて。エネルはその中でも最強と歌われる身の一つになるわけだから、その4校クラス4校たちが持っている能力に匹敵する能力をエネルは持っているってことは、まあライゴーはそんだけの破壊力あるっていうのは全然不思議じゃないです。あの島飛ぶからね、それぐらいの強さ。あと規模感だよね。どこまでのまあ空いた雷雲をね出していけるのか、それ次第ではマジで巨大な島一つ全部吹き飛ばすこともできるのかなと思います。それこそあれじゃないですか、雷神島とか。雷神島もずっと降りてるわけだから、あそこのエネルギーを使ってドーンって落とせば雷神島消し飛びますからね。まあそういった考えですね。雷豪はマジで強いです。しかも力の上限ないからね。どれだけ雷雲出せるかだから相当だと思います。そして続いて第2位、第2位は天地メイドということで、こちらは白ひげの技ですね。まあ彼の技っていうのはもう相当強いわけですよ。津波を思い切り起こしていくし、大地震を起こすしということで、あれ言うてセーブしてるからね、絶対に。じゃないと彼のあの腕力とかもろもろ考えて本気でパーンやったら世界終わるからね。何メートル級の津波起きると思いますって話なんですよ。もうとんでもないことになるよということで、これはね比べるまでもなく、もう今言った中で圧倒的にもう次元超えてます。白ひげはあれはね、誰と戦っても手加減します、強制プレイで。そして続いて第1位ですね。ごめんなさい、これ超えるんですかって話なんですけども、超えますね。第1位、フジトラの隕石ということで、フジトラの隕石ですかってなるんだけど、要は大津波を起こします、大地震を起こしますっていうのが白ひげね。それの力をも超える無限の力を出せるのがフジトラなんですよ。どでかい隕石バコン言うて落としたら、もう白ひげのその地震の域をまた超えるんですよ。今言ったカムサリとかっていうのはまだね、理解できるレベルなんですよ。で、白ひげの技、例えばゲージで言うと、クリークとかが、こんな感じ、大戦争とかもう本当にね、ミリで見えるか見えないかで、まあカムサリっていうと、それと比べると、
これはあるのかなっていうね。で、白ひげの技ってなってくるとね、まあ、世界終わるレベルなんで、もうこうなってくるんすよ。こうなってくる。カムサリとの差わかるでしょ。まあ、クリックここら辺にいたとしてさ。で、隕石って言うと、もうこうなってくる。本当にこれぐらいのものだと思う。あの次元がいかれる。本当にてか、あの地球終わるから、完全にもう跡形もなくなるからっていうところでは、もう隕石圧倒的ですね。で、一緒に藤虎も死にます。お疲れでした。はい、目閉じといてよかったなって話なんですね。もうとんでもなく起きるわけだからそれぐらいです。まあでもある程度の隕石であれば、やつ16バリア張れるからね。あの隕石止めてんじゃん、ジャーって言ってさ。で、まあ自分で空飛ぶこともできるし、なんやかんやね、ある程度の隕石だったら、まあ逃げ切れるよねっていう。あとはどこまであの16バリアが使えるかっていうの次第では相当強いなっていうふうに思います。なんか16バリアっていうと、なんかモンストみたいな感じですね。はい、あの私はモンスタージョン TV ですということでね、いかがでしたでしょうか。あとね、一応本当にね、番外編みたいな感じですけども、鳥かごも強いです。鳥かごもこれね、結構強いと思っていて、まあそれこそ藤虎とか大将の攻撃をも、通さないという風に考えるとね、まあそれでも破れなかったわけなので、相当強いのかなと。一度閉じ込められるとやばい。まあとはいえ、あの例えばですけども、じゃあカイドウが鳥かごに閉じ込められました。でカイドウの攻撃弾を通用すると思うんですよ。でもそれ通用しなかったらどうすればいいんですかね。もう単純な話やん。もうドフィ殺せないやん。だってあいつも中にいるんだよ。余裕じゃん。もうフルボッコにしたらいいんですよ。であいつを鳥かごで思いっきりバコンで投げたらいいんですよ。ミンチになるよ。そんな感じです。だからね、言うて、雑魚用す。自分より弱いやつ用の技っすね。はい、全然もう話にならんす。ということで、別枠です。強いよ。強いけども、自分も中にいるので、狙われたら終わりです。っていうところで一つ。まあ、あとね、ギリギリ入らないのが雷鳴発揮ですね。通常攻撃の延長戦的な感じだけども、まあ、ギリギリ入らないかなっていうね。ワンパンはされないじゃないですか。ワンパンはされないんで、で、ワンパンされるのがアイスエイジだったりとか、流星火山。はもう物理的に無理ってなるやん。もう完全にカチコチなのか、体の部位なくなりますとかって話やんっていうところでは、雷鳴発揮はまだそこまでに至らないのかなと思います。とはいえね、他の技がカイドウさんは入ってるんでね、まあ全然問題ないかなと思います。ということで、いかがでしたでしょうか。もしかしたらね、この技抜けてるみたいなのあるかもしれません。あと、ブラックホールが入れないかな。あれもすごいんだけども、出が遅いんで、まあ避けられるんじゃねっていうね。まあクローズとか食らってしまうと、まあそこからのブラックホールでやられるとね、きついのかなみたいな、若干なんか、バウンティー感あるんだけども。まあどっちにしてもそんなところじゃないですかね。他にもなんか、ここ入るんじゃねみたいなのあったらコメント欄に書いてくれたらなと思います。さようなら、グッドボタン、チャンネル登録ボタン以下省略。はい、じゃんけんでもいきましょう。最初はグー、インドザーらしいトリパーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!